どうも、大悟です。というわけで今回はですね、付き合ったらやばい、破産男、破産女の見分け方ということをご紹介したいと思います。安定型、不安型、回避型、ギャンブルしまくってすっからかんになっちゃったりとか、無駄な買い物して家計圧迫したりとか、いろんなことが起きるわけですよ。子供の頃のね、親との関係ってのも結構重要になってくるんですよ。無責任かつ無計画にお金をガンガン使っちゃうんですよ。友達に自分は儲かってるんだよってことを見せることによって、そうしないと友達が近くにいてくれないと思っちゃってるんですよね。自分への注目とか、そういったものを集めるためにお金を使っちゃうのが不安型。回避型の人ってのは、自分以外は信じれないと思っちゃってるから、自分にめちゃくちゃお金を使おうするんですよ。一生懸命一生懸命。ギャンブルとかにもハマりやすい人が多いかもしれないですね。要するに金遣いが荒いパートナーを持つとですね、まあやばいことになるわけですよ。で、自分の金遣いも荒くなるだろうし、あとはそれは結婚相手とかだったらね、無駄に借金を抱えちゃったりとか、ギャンブルしまくってすっからかんになっちゃったりとか、無駄な買い物して家計圧迫したりとか、いろんなことが起きるわけですよ。で、この金遣いの荒さって、実は結構ね、性格から見抜くことができるんですよ。で、これをどうやって見抜くのかって話を、今日は、したいと思います。でですね、実はこれ、相手との人間関係、その人が浪費癖があるかどうかってことも大事なんですが、それ以外にもですね、他人とこう人間関係を作ったりとか、恋愛において相手とどういう関係を作るのかってことから、実はですね、浪費癖がわかるんですよね。愛着スタイルっていうですね、人間との、コミュニケーションの取り方をもとに、3つの性格にですね、人間を分ける理論がありまして、わかりやすく言うと、安定型って言って相手と自分をこう、適度な距離で保つ、タイプの人ですね。自分は自分、相手は相手っていうふうに、適度な距離を取って付き合える、でも別に離れすぎることもない安定型っていうタイプと、あとは不安型で、不安型っていうのはこれ、嫌われることをめちゃくちゃ恐れるんですよ。だから例えばもうひっきりなしに相手に電話かけたりとか、嫌われちゃったんじゃないかってふうに常にですね怖がっちゃったりだとか、で連絡がすごくしつこくなったりとかとか思ったらですね、熱しやすく冷めやすかったりとかっていうふうに、その不安型のタイプの人ですね。これは二つ目の、タイプです。そして三つ目が回避型。これは自分の領域に近づいてほしくないタイプです。だから一定以上近づこうとすると急に離れたりとかするみたいな。だから自分の、過去の話とか内面の話はあんまりしないし、自分の感情の話もあんまりしないわけですよ。自分のこと話すのが嫌い。なぜかっていうと、相手は信用できないから、自分の情報を出しちゃいけないと、誰にも。っていう風になっちゃって、こういろいろこう周りでね、深い会話をしない、深い関係になろうとしない。これは回避型ですね。で、このですね、3つの、スタイルに人間は分けられるんですが、皆さんどのタイプだと思います？本当はね、厳密なテストをした方がいいんですが、これいろんなね、要素によって、この愛着スタイルが決まるというふうに言われてまして、まあ、例えば人によっては不安型と回避型両方って人もいるし、不安型強めの回避型って人もいるし、回避型強めの不安型って人もいるし、安定型なんだけど恋愛だけ不安型になるとかっていう人もいるんですよ。いろんなパターンがあるんですが、これね、どうやって決まるかっていうのは遺伝子の影響も大きいんですけども、子供の頃のね、親との関係ってのも結構重要になってくるんですよ。例えば安定型の人だったら、常に親の保護というか、親がいざとなったら助けてくれるんだけども、これあれですよ、親が全部やってくれるって意味じゃなくて、いざとなったら助けてくれるんだけど、一定の距離感をちゃんと保っていてくれて、困った時は助けてくれる。でも基本的には自分でやらなくちゃいけないみたいな、自立してるんだけれども、いざって時は親が必ず助けてくれるって、親のサポートに対して自信があった、そういう状態で育った人ってのは安定型になりやすいという風にですね、先行研究では言われてたりするわけです。じゃあ逆に不安型はっていうとですね、不安型は親のサポートが得られたり得られなかったりしたってパターンですね。つまり親のことを頼りたいんだけど頼れなかったことがあったりとか、頼りたい時に頼れないことがあったりとか、時々頼ってうまくいったこともあったりとかって風に、要するに親が守ってくれないわけじゃないんだけど、まあそんなに当てにならないみたいな。そうだから、なるべく親のね、こう注意を引いて、気に入られないと気に入られないとで頑張って、ね、なんか苦しいですね、悩みを抱えたりするお子さんとかいますけど、親の顔色ばっかり伺っちゃう子とかいるじゃないですか。ああいうですね、人生を送ると、子供時代を送ると不安型になりやすいんじゃないのとかっていうことも言われてるわけですね。で、これも全てが親との関係で決まるわけじゃないですよ。わけじゃないんだけど、そういう風に言われるわけです。で、逆に回避型っていうと、どうなるかというと、回避型はですね、親のサポートが全く得られなかった人がなりやすいです。つまり親は頼りにならないから、もう自分のことは自分で守らなくちゃいけないっていう風に子供の頃から思っていて、だから自分の情報を出せないんですよ。誰も人を頼りにできないっていう風に思っちゃうんで。っていう風な、親との距離感が、いわゆるこう常にサポートがあったのか、時々しかなかったのか、全くなかったのか、これによってですね、愛着スタイルが決まるんじゃないのって理論とかもあったりするんですよ。だからそういう親とのね、過去の関係だったりだとか、あとは自分が、そのね、相手は相手、自分は自分、でもまあいい距離を保って付き合おうよっていう風に思うタイプなのか、それだったら安定型だし、逆に嫌われるのがすごく怖いっていう風にですね。で、しかも熱しやすく冷めやすいみたいなタイプだったら不安型だし、いや、自分のこと言うのすごく嫌だと。自分のこと知られるのは怖いし、裏切られるかもしれないし、信用できない、周りは信用できないという風に思う人だったら回避型なわけですね。で、これはですね、頭の中に入れてもらった状態で、聞いてもらいたいんですが、
まあ、あとはですね、まあ、もうちょっとわかりやすく言うと、安定型はいいんですよ。安定型の人は浪費癖がないんですが、不安型と回避型、またこの両方がある人はですね、結構やばいので、だから皆さん付き合う、相手と付き合うときはですね、相手が安定型なのかどうかってことを確認してお付き合いするとよろしいかなと思います。例えば不安型だったら、恋愛だったらですね、もうベッタベタな関係になりたいんですよ。つまり、相手ともう一心同体になりたいぐらいの、レベルのですね、まあ、いわゆる境界性パーソナリティ障害みたいな感じじゃないですけど、そういうふうにこう一心同体になりたいみたいな、ふうに思ってるんですよ。だから、相手からうざいとか、しつこいとか、なんかちょっと重すぎるっていうふうに思われがちなタイプ。これは不安型の人の恋愛の特徴ですね。だからもう、お互いに、絶対嘘はなし、隠し事はなしね、みたいなことを言って、ちょっと隠し事があったりするだけで、なんで言わなかったのと怒る人がいますけど、これ、完全な不安型ですね。はい。それは別にね、お互いね、他人なわけだから、お互いね、自分の時間があった方がいいし、どこで何するかなんか、勝手なわけですよ。でも恋愛とかでもやっぱり浮気してるんじゃないのって、もうね、もうだから5分ごとに連絡してくる人とかいますけど、そういう人なんかはですね、もう不安型なわけですね。もう、相手を確認したら気が済まないと。で、この相手を確認する作業って、相手を疑う作業なんで、これで恋愛が終わっちゃうんですよ。これが不安型の特徴ですね。重すぎる、うざい、あるいは信用されてないって相手に思われちゃって終わっちゃう。これが不安型ですね。で、あと回避型はですね、他人に近づけるの、近づくのを避けちゃうんで、まあ、親密な関係が作れないんですよ。だから付き合ってもなかなか関係が進展しないし、自分のこと話してくれないし、みたいなタイプですね。まあ、これはわかりやすいですよね。はい。でですね、ちょっとね、愛着スタイルの質問、質問とかの定義が長くな、解説が長くなったんですが、で、今回の研究では、この愛着スタイル、安定型、不安型、回避型、この安着スタイルが、金遣いにも影響を与えるんじゃねえのってことを調べたのが今回の研究です。現在恋愛関係を持っている635人の男女を、対象にしたものになります。全員の愛着スタイルを調べて、そして、人生の満足度、全員の人生の満足度と金遣いの荒さ、これを調べたんですね。その結果何が分かったかっていうと、傾向としてですね、3つの傾向が、分かりました。一つ目、傾向その1、不安型。いわゆるこう、熱しやすく冷めやすくて、相手に嫌われると怖いと思っちゃうタイプですね。こういう不安型、または、さっき言った距離を取っちゃう、回避型のレベルが高い人たちっていうのは、どちらも人生の満足度が低いです。恋愛だけに限らず、自分の人生にも回避型、不安型の人ってのは満足できなくなっちゃったんですよね。これが一つ目。で、二つ目、不安型が強い人っていうのは、経済的な満足度も低いです。つまり、回避型の人よりも、不安型の人の方が、お金に対する満足度が低い。要するに、もっとお金を使いたいとか、もっと自分はお金を稼がないといけないと思ってるし、あるいはですね、お金の問題を抱えてることも多かったんですね、不安型の人ってのは。まあ、だからまあね、よくいますよね、ほら、不安型で嫌われるのが怖いから、ホストに貢ぎまくっちゃうみたいな、何にもならないお金を貢ぎまくっちゃうみたいな、あれなんかはですね、もう自分で自分の首を絞めてるわけですよね。もうこれも不安型の特徴ですね。はい、これは傾向その2でした。傾向その3。不安型、回避型、ともに金遣いが荒く、無責任に、無計画にお金を使う傾向があったわけなんですよね。つまりどういうことかっていうと、不安型または回避型の人っていうのは、どちらも人生の満足度が低い。だから人生にすごい大きな不満を抱えているわけですよ。で、不満を抱えていて、おそらくその不満を解消しようとするためなのかどうかわかりませんが、無責任かつ無計画にお金をガンガン使っちゃうんですよ。お金を使っても自分がの人生の満足度が、本当は自分の愛着スタイル、つまり人間関係の作り方に問題があるにもかかわらず、それを改善しようとか、それに気づくことがなく、お金をガン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 使って気を紛らそうとしてるんですよね。で、特に不安型が強い人っていうのは、経済的な満足度も低いので、まあお金に関する問題を抱えやすくなるってことなんですよね。だから愛着スタイルが不安型とか回避型とか、そういうですね傾向が特に強い人、極端な人っていうのはお金遣いも極端になっちゃうってことがですね分かりましたというお話なんですよね。なんでこういう傾向が出るのかっていうと、これはですね研究者が言うにはですね、愛着スタイルっていうのがお金の使い方に影響を与える可能性があると。例えば不安型が強い人たちっていうのは他の人からの注目を集めるためにですね、お金を使うことがある。例えばパートナーの愛を勝ち取るために高価なプレゼントを、買う、ような行動のことだというふうに言ってるんですね。で、一方で回避型が強い人、相手との距離をこう作っちゃうね。回避型が強い人っていうのは、自分自身への依存度が高い、つまり自分がしか頼りにならないと思ってるんで、自分自身の依存度が高いため自分自身の利益のために、無責任な支出が増えることがあるというふうに言ってるんですね。だから要するに不安型もですね、嫌われるのが怖いっていう不安型は相手に気に入られるよ。あるいは友達に自分は儲かってるんだよ、いいんだよってことを見せることによって、そうしないと友達が近くにいてくれないと思っちゃってるんですよね。嫌われるのが怖いから。だから気前よくお金を使ったりとか、周りから注目されたためにですね、お金なくてもお金をガンガン使っちゃうわけですよ。とか、絶対にこうなんか相手が浮気してたりとかするし、全然自分がね一番大事にされてるわけでもないのに貢いじゃったりとか、ホストなんか、好きな人なんかそうですよね。ホストがお金を出したところで返してくるはずないじゃないですか。お金を出してくる人がいっぱいいるわけですよ。だからホストってやってくるわけで、っていう人に対してお金を出しちゃう。なぜかっていうと、
不安だからっていうことなんですよね。だからそういうふうにお金の使い方を間違えてしまう。自分への注目とかそういったものを集めるためにお金を使っちゃうのが不安型で、一方で回避型の人ってのは自分以外は信じれないと思っちゃってるから、自分にめちゃくちゃお金を使おうするんですよ。一生懸命一生懸命で、こうするとどうなるかっていうと、でもやっぱり人間関係っていうのが人間のその幸せとかに大きな影響を与えるし、そういうですね、人と協力しない限りはですね、大きなお金とか、人生の成功ってのはないので、自分にばっか使っちゃって、で他人にお金を使ったりとか、他人に対して何かをしてあげるってことがなくなっていっちゃうから、よりですね、これはですね、無責任なお金の使い方になっちゃう。だからギャンブルとかにもハマりやすい人が多いかもしれないですね、ということなんですよ。はい、なかなか深い話ですね。というわけでですね、皆さんもぜひ不安型または回避型の相手とですね、お付き合いするときには、相手が金遣いが荒い、あるいは荒くなる可能性があるんじゃないかってことをですね、ぜひですね、気をつけて考えてみるといいんじゃないかなというふうに思います。